配信開始しました、本日の配信は10時からでございますね。もうちょっとだけ配信までお待ちください、はい。今日は、はい、昨日のドタバタの、ありがたいありがたいドタバタのね、はい、感謝に関するお話と、はい、まあ、今後の我々の活動のあれこれに関してお話しする感じで予定しております、はい。あとはまあまあね、コメント欄でいろいろ皆さんとやり取りできたらなと思っておりますので、はい、皆さんぜひコメントありましたらコメントよろしくあれ。私の記事が出ないよ。よいしょ、はい、ね、見えてましたら皆さん、いいねと、 Facebook でご覧の方はね、いいねとかコメント残しておいてください。 YouTube の方は見えてますといったコメントいただけたら嬉しいかなと思います、はい。ね、本当にたくさんの方がねお越しいただいてありがたいなという感じでございますが、山崎ママどうもありがとうございます。昨日は完全に死んでましたんで、本当にね、終わってからは帰ってからはちょっとねまだ疲れが抜けきってはいないんでございますが、ヒデさんどうも昨日ありがとうございました。内田さんもどうもありがとうございます。はい、ね、うん、はい、見えてました皆さん、はい、いいねとか、はい、していただけるとね、はい、そうですね、コメントが出てないですから、コメント、ね、出てないということは誰も見てないということですね、見えてましたね。まあ、10時からスタートしますので、ね、もうちょっとお待ちください、はい。さあちょっとね、端末のチェックをしながら、今日は多分止まらないですよ、はい、いろいろな、いいことしてますんでね、はい、皆さん見えてました。 Facebook でご覧の方はね、いいねとか、見えてましたらいいねとか、声聞こえてましたらいいねみたいなね、押しといていただけたらいいかな、はい、いただけるとね嬉しいです、はい。10時からスタートしますね。まだ10時ではございませんので、もうちょっとお待ちください。まあね、思い出というかね、最後に実演した手品というのも、ああそうなんだと思いながらね、うん、はい、ありましたし、うん、なんか思ってるよりも手品道具、自分の道具持ってってたんだなというのもあったりとかね、いろいろあったんですが、まあまあ10時からスタートするの、もうちょっとあと1、2分ほどね、お待ちください、お待ちください。私の時遅れてるんですか。私にまだ58なのに、パソコン59分なんですね。パソコン59分ですよ。あら、じゃあこの時計なんだ、このデジタル時計は全然合ってないじゃないか合わせといてください。何のデジタル時計だこれは全然時間が合ってないじゃないかというね感じでございますので、はい、ぜひ。あくめさんどうもこんばんは、ありがとうございます。さあ、携帯の方は20時になりましたよ。本当ですね、まだ59分11秒とか言ってます。全然時間が合ってないですね。すごいですね、このどの時計も合ってないのが怖いですね、この部屋この時計もこの時計もその時計も全部合ってないですね。全部時刻違いますねなんとかね合わせたいと思いますが、さあでは、10時になりそうでございますので、10時になりましたら皆さん始まったと思ってね見ていただけたらいいかなと思います、はい、はい。さあ10時かな、あ、10時になりました、はい。さあそれではオープニングコールいきましょう。喋ってる、どうも、今日も始まるマジックピエロ TV 生放送、イエーイ。さあこの番組は私吉本興業所属のマジシャン滝川和則とマジックピエロ所属マジシャン綾がお送りするマジックトークバラエティーでございます。さあこの番組はですね、私がですね、先週あったこと、今後ありそうなこととかのお話をして、はい、でその後、リクエスト、その間に皆さんからね、コメントでリクエストですか、こんなマジック見たい、あんなマジック見たいとかね、はい、なんかそういった、思い出の結果ね、実演で思い出のマジックは何ですかとかね、なんかそういったマジックに関する、いいですね、コメントをしといていただきましたら、それにお答えさせて、マジックをさせていただきますので、はい、なんかこう、質問的な感じで手品の依頼を書いておいてくれると嬉しいかなと思います。で、その後最後に、今後の活動とかね、明日以降の我々というような予定のお話をさせてもらいたいと思います。はい、でまずは、告知です。はい、はい、3月21日。はい、こちらですね。3月21日は何の日ですか？春分の日です。
真面目なね月曜日の祝日でございます、はい、ですのでぜひ、もうチケットオンラインチケットももう発売されておりますですから、これで遠方の方はぜひオンラインのチケットを、買っていただけたらいいかなと思います。オンラインチケットでも我々の楽しさは絶対伝わると思いますのでね、ぜひ、見ておいていただきたいと思います。オンラインチケット買ったよって LINE でいただきました。あ、ほんまですか、はい、あ、ほんまですか、ありがとうございます。あのオンラインチケットを、ぜひね買っていただきたいなと思っております。思っております。で、まず、はい、タイトルは、はい、感謝でございます。あ、今日はい、なんですか、分からなくて、パパって今モニタリングするために、はい、こう探すじゃないですか、はい、あれ上がってないぞと思って、なんか漢字で感謝って書いてあったじゃないですか、珍しく。もうどれのことか全く分かんなくて、何ていうんですか、自分の番組のタイトルがサムネイルも分からないですか。分からなかった、感謝力ずっとないないない、あれなんかしないと思ってるんですか。思ってる。しますよ。違う違う、あの俺大好きだから絶対あなたの顔があるもんだと思う。ないです、文字だけ、ないです。感謝があるわけですから感謝をするじゃないですか。それ、いやいや上がってないよと思ってたけど、流れてるしおかしいなと思った。これや感謝って書いてあるじゃないですか皆さんね。はい、なので今日はね感謝に関して、はい、まあ、まずあの本当にね、まずあの一番、まあ、最初というかですね、こう実演販売をまあね、10年間ほどやってなかったわけですよ、要はね。そうですよね。10年間ほどやってなくて、10年ぶりにこう、1年4ヶ月前ですか。まあ、1年5ヶ月、半年前ですよね、本当ね。ぐらいにこう、やらないという感じのね、お声掛けがあったのがね、本当あの、天陽の大阪営業所の所長ですよ。はい。はい、所長から直接電話ありまして、はい、やらないって言われて。まあ、僕はもともとディーラーやりたかったですから。はい、やりたくていろいろな理由があってやれず、そのまま卒業ということになったんでね、はい、なったやっぱりまた、まあ、やっぱりね、これは、ディーラーを経験してプロマジシャンになった人全員言ってるセリフがあるんですよ。もう何だから実演販売をしてから、プロになった人が必ず、まあ、ある程度経ってからプロになった人が言うセリフ、うちの師匠も言ってた、マリックさんも言ってる、みんなおそらくディーラーをしてプロになってそれなりに成功されました、みんな言ってるセリフ、うんうん、それなりに成功されてるわけじゃないですけど、うん、まあまあ言ってるセリフに、ディーラーは楽しいよなって、やっぱりディーラーやりたい気持ちわかるよ、必ず言うわけですよ、ディーラーは楽しいんですよ、うんうんうん、なぜかこれはやっぱりそのマジックショーをしてもね、どんだけマジックショーしてわー素晴らしいって言われても、当時ですよ、今は少しずつ変わってきてますけど、昔はやっぱり舞台に対して必ず裏から入るわけですよ。まあまあ大体大きい舞台で搬入口じゃない裏からね。そう、お客さんと顔を合わすこともなく裏からこそこそっと入って、それで準備して、でわーっとは言ってもらえるけど、そのお客さんと会うこともなくこそこそと帰るわけですよ。そうですよね、まあ今のお話だと、うん、まあ例えば30年40年ぐらい前としましょうか、うん、はい、そうすると、まあ、今と違って多分マジックバーみたいな、うん、テーブルホップみたいなお客様の目の前でっていうのもなかったですもんね。いやであったとしても、ショーがメインであれば、それは売れ、まあ、昔と今でもそうですよ、うん、少人数しか相手してないんで、それは売れてないわけです。大人数を相手できるという時点で売れてるわけですよ。なるほど、ね、いわゆるもうこんな規模で収まらないから、大ホールを借りてみんなが見に来るという状況になると、うん、人に本当に合わなくなるんですよ、うんうん、そしたら今までね、こう接客業で物を売ってたら、必ず売ったお客さんが数日とか1週間でも1月でもいい、この前あのねマジックをおすすめいただいたマジックで受けたんですよって、必ず感謝の言葉を述べに来てもらえるんですよ。でその感謝の言葉をもらうのに、まあ慣れてるというか、それが嬉しいと思って喜びでやるわけですよ。大体実演販売する人というのはね、何でもそうですよ。あのおじさんに勧められて、それで見せたら受けて、でまた面白かったから買いに来たんですという、こういうやり取りが必ずあるわけじゃないですか。ところがそれがプロにというか商売になってしまうとないんですよ。ない。だって金払う側はだってすごい賞してくれると思って金払ってんねんから、うんうん、して当然やし、で全員に対してありがとうありがとうっていうのもなんかこうちょっとちゃうわけじゃないですか、うんうん、そうするとお客さんがありがとう感謝とかいう機会ってないですよね。ないですよね、うん、でした時になんかこうあの時代がやっぱ楽しかったなとなるわけですよ、うんうん、私もやっぱ実演販売、それを聞いてるから、やっぱりこう実演販売が好きなことは好きなわけですよ、はい、お客さんとやり取りができるから、でこう、まあ、その機会をねいただいたから、ほな頑張ろうと思って頑張りまして、ね最後、まあ頑張った結果がね、まあ、私としてはこうなんとなくはやっぱり
どうやったんかなって、やっぱりその通常のねコロナじゃなかったらやっぱもっとお客さん来てくれるんで、来てくれる、気軽に来やすいから買わないけど毎日のように喋りに来る人とかおるんですよ、うんうんうん、でもやっぱりそういうのはなかったですよね、まあ、時期柄ね、コロナのこういう時期になってからお手伝いで、うん、高島入らせていただいて、要はだから仕事帰りに必ずそのここの高島屋の前で例えば通るからって言って毎日5時台になったらどう思って来る人は絶対おるんですよ。でもコロナだからやっぱそういうのがいなくて、あ、そういう人と出会えなかったなとか、いろいろやっぱりこう昔やったらいたであろう人らがした人というか、そういうタイプの人ですね、あのがあんまり お会いできなくて、うん、で実際にじゃあどれだけの人がね僕と出会って、うん、なんかこう通おうかなと思ってもらえたのかなというふうな確認もしたかったんで、ちょっと最終日皆さんちょっとよかったら来てくださいとか、なんかこうっていうふうなお願いをさせてもうたんですよ、はい、で結果的にこうね、ありがたいことにみんな来るだけじゃなくてね、よくあるのはね、こう来てこう来たよって言ってそのまま帰る方もいたりはするんですけど、うん、まあそういう人も少なく、うん、あのありがたいことにみんなね来たからには、なんか来たからにはというかもう買おうと思って来てはったんですよねそうそうそう、だからせっかく買うんやったらその改めて見てから買いたいみたいな、うん、その何でしょう、進めてもらって、だからもう買おうとは決まっとるわけですよ、来てる人が。で買おうとは決めてるけど、やっぱり見て見てやっぱりと思って買いたいというかね、その同じお金払うんやったらというような感じのお客さんがすごい来ていただいたのは、本当よく言うね、そのお店にお客がついてるんじゃなくて、うん、人についてるんだよっていうことを、なんかまあ僕もだってさ、そうやって昔、うん、あのそうやって習った、ね、習ったんで、だからそういう意味で本当に人についてるんだな、ついてくれたんだな、ああよかったなというのが、まあ僕としてはまあ実感できて、まあ1年4ヶ月でしたけどね、いい思い出になったというか、はいはい、私、まあね、あの私も飲食畑の人間ですから、はい、でやっぱこう店に着くんじゃなくて人に着く、はい、特にあのバーだとね、うん、あのバーテンさんとおしゃべりするからですけど、はい、特にあの、うん、なんでしょうね、特にあの、うん、飲食とちょっと違うのはね、はいはい、同じその店じゃなくて、うん、人に着く、うん、でも店の提供してるもんってもうちょっとあのまあまあ、飲み物としましょう、うんうんうん、その人の作ったものとか、まあ、あるじゃないですか、差が出るよね、差が出るじゃないですか、うんうん、でもまあ物だけですよ、うん、その演じ方とか見ない、単に物だけだったら一緒ですもんね、そのメーカーから出して違ったら不良品ですもんね、輪っかちょっと一個足らへんとかダメですよね、それはね、だからそれは物で売ってたら、うん、今の世の中こう例えばネットでも買えてしまったり、うん、買えるのが悪いわけじゃないですよ、うん、ネットでもだから遠方でも買えるようになった、うん、で何でしたら家電量販店さんでも売ってるわけじゃないですか、うんね、それはそれやったら別に、まあ、ぶっちゃけますよ、うん、家電量販店さんの方がちょいお安かったりするから、まあ、そこでええやんって、まあねうん、なってしまうわけですよ ね、 なるよね、なっちゃうの。でもそうにもかかわらずね、うん、やっぱこう聞いて聞いて、そうそう見て、ね、で見てやっぱりその見ないとね、こんまあオーバーに言うと、まあ、僕がこれた例えというかよく言うのが、うん、だいたい普通お客さんの方が優先というか力がなんて言うんでしょうね、そのあ例えば店長さんコメントねくれてます、はい、残念本当ですか、うん、あもうそう残念本当ね本当残念、一緒にご飯行かれへんかったもんねいや本当にね、その百貨店とかでね、そのやってる時に僕が一番そのオーナーとかのを見てて、あここ重要やなと思うのが、やっぱりお客さんって思ってるものを買いに来て思ってるものを買って帰るのがまあ普通なわけですよ、うんうん、でもそれだとね、本当の手品の面白さを伝えてあげようと思うと視野は絶対広がらないんですよ。だからトランプしか僕しないんですよって人に、じゃあトランプどうですってトランプばっかり勧めて売る、簡単なわけですよ。だけどそのトランプばっかりが好きな人に、あのコインもやってみると面白いですよ、例えばこうロープのマジックしたら面白いですよって見せた時に、いや買うかは向こうが決めるわけやん別にね、だけど見て、あちょっとロープ面白いかもしれないなと心が動いてくれたら買ってくれるわけじゃないですか。しかもねこれ、うん、これですよ、ふわっとしたらですよ、何も考えないとこう言葉尻だけ聞いてたら、うん、まあ、例えばトランプしか興味ない子に、うん、いらんものを売りつけたと思われるかもしれない、うん、言葉尻だけですよ、うん、でもこれ本当にやってる方が、例えば、うん、このコイン面白いよとか、うん、このロマジック面白いよ、そのこういうの好きだったらこれもやってみたらって、まあ、見せてね、そうそういっぱい見せて、でどれするって決めるのが向こうなんやから、だけどやっぱ普段しないのも
面白いよっていう風な感じの説明してあげると、まあ昔今回はね当然もう店なくなるからじゃあ全部って買ってくれはったけど、うん、普通やったらそれを見た上でじゃあ今日はトランプと思ってきたんでトランプ買って帰るね、うん、次の時は多分ねこれ買うと思いますみたいな感じで、はい、で来ることによってまあ繰り返し来てくれるわけじゃないですか、はい、っていうような感じで結果やり取りをしながらね、うん、いろんな人とお話ができるという楽しさがあったんですけど、うんうん、ただね僕売り場で1個だけ心残りがね1個だけあるんですよ。1個だけ心残り、大きい大きい心残り、それは当てれる、うん、当てれないと思うけど、まあまあ言ってごらん。じゃあ分かんない、なんかヒントちょうだい。当てれない。お客さんとのやつ、あのお客さんで1人あるお客さんがあって、そのお客さんが気になるなって話ですね。どのお客さんがね前なんか買いに来てくれて、またお誕生日で買ったらいいじゃないか、お誕生日が3月7日ぐらいだったから、あの子来る頃に売り場ないんだなって私はちょっとすごい悲しく思ってたことある。そういう子じゃないかな。違うの？あ、そうそうそう、そういう子じゃなくて、あの知ってる知ってる、あの毎週のように来てた、あのコロナの時には毎週来てた、コロナが落ち着いたら来なくなったんやけど、あの彼で会ってるかな。あ、彼彼、うん、5歳の子やもん。あれ違うわ5歳の子やで、ね、5歳の子供でね、本当にそのめっちゃ手品好きなのね、うん、毎週のように来てで買って帰んねんけど、カードマジックは大嫌いで簡単な僕でもできる簡単なの買うからとか言って来て、毎週なんか1個買ってくれんねんけど、でも絶対1個しか買え、2個買ったら怒られて1個1個ってしたら、もうこれするって決めた瞬間人の話も聞かんとお金だけ持ってレジ行くで、早いなっていう子やねんけどね。でまあその子がやっぱ見るのも好きなんやったんやろうから、まあね、その最後の週はあんま会えなかったんかな、うん、会えなかったから、まあ、ひょっとしたらねこのチラシ自体は渡せてるから、まあ、もしこのイベントにね見に来てくれたら僕としては少し元気な顔が見れるから嬉しいなと思うんだけど、まあそういうちょっとでもねちっちゃい子らってさ、やっぱりそこから思い出して5年10年後ぐらいに面白くなってくるから、うん、小学校開けたぐらいまでなんかつながれてたら絶対マジシャンになってくれるんやろうなと思いながら、こうなんかこう与えられなかったことがちょっと寂しいかなみたいな、だからまたなんか違う形でね僕なりにできることはないのかなというのはちょっと考えていきたいなとは思ってるんでございますが、はい、ですか、さっき言ったあの、あ、まあいいよ、さっき、はい、いやいや、こう書いてあるね、でしょ、ね、はい、基本不採算なもんだとしたらプロモーションして人が絶対必要だしね、メーカーさんにとって目先の採算だちゃんと読み上げましょうよ、放送中なんだから、コメント読み上げなさいよ。あ、コメントを読むとですね、いらないことしか言わない、はい、さっきミラーショップがね、はい、要はあの、はい、基本不採算なものだとしても、はい、だからこうお店としてね、はい、ちょっと赤とか成り立たないとしても、プロモーション、うん、こういうのがあるよとマジックの良さをね伝える人がいる、はい、そのメーカーの人間がいて見せる、はいはい、そういうことをして人口、マジック人口の底上げをするために絶対必要だとね、はい、天翔君が書いてくれてるんですよね、はいはい、それは目先の採算も大事だけど、はい、長期的に見ると重要なんじゃないのって書いてくれてる。そうなんですよ。でもそれが百貨店なのかというのがちょっと時代の転換点なのかなというところもあるわけ。その、だから、あの、単純に考えるとね、そのディーラーショップがあってメーカーがあってあるけど、じゃあそれをインターネットという媒体でもできないのかなとか、そのまあいろんな違う形は存在してもいいんじゃないのかなという、そういう時期なのかなという気もしなくもないです。だからそれはディーラーショップであるというのは単純な発想ですよ。今までのがそのまま受け継いでやれるんですが、そういうのはもう今時代に合ってませんじゃないけど、違いますっていう形でできなくなってるわけなんで、まあまあ、単純な話じゃないかなというところですね。気持ちは分かるんですけどね、気持ちは分かるんですけど、なんでしょう、方法は今に合わせて変えなきゃいけないのかなっていうか、その方法、アプローチ、うん、なんていうんですか、その活動同じような活動をする場所は同じ、今の百貨店と百貨店という同じ場所ではない時代に突入してきたのかなと。いうような気がしますね。だから本当にあのいろんな時代の、節目を見たかなという感じもします。だから、まあ、そういう意味ではね、ありがたいことで1年4ヶ月の間もねずっと手品をさせてもらえたん で、 そうです、ね、僕らから仕事もないからない状態でね、まあ、でない状態なのをなんだかんだ言いながら週末ずっと、はい、いればね手品はしてますよ。今、まあ、私もね、もうお客さんがいないとはいえずっと手品してるんで、やっぱりね、こうなんかこんなこと言っちゃダメだけどさ、はい、手品してて
まあ、まあ練習と言いましょう、お客様がいない時ですよ、うん、まあ、ずっと手品練習してて立っててお金もらえるんですよ。そういうことね。だからそこを本当にそれがもともとその店員用のその社長ですよね、そのやるどんどん練習ができる場なんだから、そこでガンガン練習して鍛えた腕でどんどんプロに育って巣立っていきなさいというような思いで、もともとディーラーショップは。そうよ、だからもともとは島田春夫がいたりとか、初代の引田天功さんもいたりとか、うん、ね、小極祭天章もいたりとか、はい、っていう、ね、感じで、もうだだたるプロが立ってたのはそこなんけど、それでとりあえず生活費を稼ぎながら練習も同時にしながら、ある程度お金が貯まったら巣立っていきなさいというような、マリックさんもそうやったわけですよ。まあ、いいですね。でもいいかも、うん、だって対人でしょ、うん、はい、お客さんと直に触れ合うから、うん、そういう意味ではこうコミュ、人としてのコミュニケーションスキルも身についたかもしれないですね。誠実さね、あなたのようじゃないですけど、うん、だから本当にただ不思議がらせればいいっていうのでもダメだし、で、まあ、最近私がねよく言葉で出してる、そのやる芸能技術と呼ばれている、その目に訴える手品ではなくて、ちゃんと脳に訴えかける、表現というかね、手品ができて初めて、なんて言うんでしょうね、手品に興味がある人は別に 目の現象でわー言うてくれるんですけど、やっぱり僕らは興味のない人に最初はアプローチするわけですよね。あ、そうですよね。いや、興味の人もある来るんですよ。だけど半分以上は興味のない人がなんやろなぐらいでこう来るのに、これも、ま、見てるように見せかけて、うんうん、こう手品を見たいだけの方もいらっしゃいますからね。そうです、そうです。そのパッと見たいだけで、まあ、みんな好きやでんぐらいで来た人が、お、面白そうやな、俺やってみようかなと思わな、でもできへんのんちゃんと思った時に、そんなことないよと、うんうん、そうですね。そこで説明しますが、だけどもえこうかなって思うぐらい面白い時っていうのは、やはりその芸能記事の脳に訴えかける不思議さが伝わった時が必ずそういうおっと思うんですよ、うん、だから身に訴えかけるものばかりしてると、それは手品としても僕はそんなにこう、あ、なんて言うんでしょうね、伸びないじゃないですけど、そこまで感動を呼べないと思ってるんです。これはまあ僕の経験なんですね。だから、あの、そういうのを少しでも、まあ、あやちゃんに感じてもらえたらなと思って一緒にやったところもあるんですけどまあいかがだったのかなという感じですね。でも本当にあのたくさん、本当ね、過去最高売り上げです、はい、あの、はい、あれ実際に、はい、このコメントもね、ちょっとさっきから拾いになったんですよ、はい、50年ぶりにマジックカード買いました、はい、50年50年前に買ってたんですよね。50年っていうか、え、そんな年、いやいやいやちょっとこれちょっと私的に真偽なんですけど、この発言50年ぶりですか、本当すごいですよね。というかまあでもそれだけね、あの記念でもね、買ってお土産やと思って、で僕らと出会って喋ったこの場所というのを記念と思って買っていただけたというのも本当に、だってね、今までいろんな、例えばオンラインでマジックね、うん、しますよとか、オンラインっていうのはあの、うん、どっちだ、あの、はい、教室あるよとかね、いろんな時には、はい、いや俺せえへんしって、ね、はい、あの応援はしていただいて、ね、はい、でもそんな人でもやっぱり買っていただいてね、そうそう、ちょっと記念本当記念ですよね。記念でも全然買っていただけるっていうだけで、うん、全然違いますし、ね、はい、あの本当ね、本当1年4ヶ月しまして12月よりも売れました、はい、あのまあまあ昔に比べてそう売れてないですよ、そういう意味だね、僕の感覚で言うと。だけどあやちゃんからしたらこんなに忙しいんやっていうぐらい一番忙しい日やったと思います。初めての忙しい日を体験してる感じやったんで、もう本当ね、僕としては最後にね、あのその何でしょう、お店にこう入れてくれたそのメーカーの所長ですよね、所長に少しでもこうやっぱりこう手品ってちゃんとしたら売れるんだよっていうようなことをなんか僕はまあ証明したかったとか見せたかった部分もあるんで、うんうん、まあ来た時に本当にちょうど一番もうマンモス級に忙しい時にまあ所長も来たん で、 そうです、ね、もうずっと笑ってましたよ、ね、あ、まあ、笑ってありました、笑ってたよ。だってどんだけ売ってんのっていうぐらいの、そのまあ昔を知ってるからね、彼は知ってるからめっちゃ売ってるやんっていう、だからこう半笑いしながらありがとうありがとうみたいな感じでこう、あのでまた偶然その本当にその所長が知ってるお客さん、所長ももともと同じように立ってた人なんで、あ、はいはい、あの立ってた人なんで、所長も知ってるお客さんも結構いたんで、ラブツローみたいな、いう所長自身もこう、うん、お客さんとお話もできたみたいでね、それもなんか本当になんかこうみんながこう
まあ、僕を中心に集まってもらえたというのがこう、はい、ちょっと嬉しかったかなというのがあります。ですね、ちょっとはい、まだトーク続けてる間に、はい、ちょっと前に、ね、まあ、ちょっとリクエストで一番売れたマジックをしてくださいっていうのもね書いていただいてるんですけど、はい、その前に今日見ていただいてる方って当然天陽ご存知の方、マジシャンの方もいらっしゃるから、はい、一番売れたマジックって何やと思ってはんのかなっていうのはちょっと気になるんですよね。一番売れ、じゃあ売れたマジックをねリクエストいただいてるんですけど、はい、今見ていただいてるね、はい、でこの天陽をご存知の方いるじゃないですか、マジックしてる方、はいはいはい、まあ、一番売れたマジックって何やと思ってんのかなと思って。ああなるほどね、もしよかったらコメントね書いていただけると。じゃあ手品好きの方で天陽の商品名を知ってる方でうちの売り場で一番売れたものは、あなたどれか分かる、ちゃんと分かってます、一番売れたマジックしてくださいって言われて。ほう、多分まあまあまあはい、いやまあまあ、どっちやろな。まあまあそれをまあちょっとあなた答え見つけて。まあでもあれだよ、あれあれだよ、そらベストセラーだよ、そらそら数で言えば多分あれだよ。あれですか、キャップだよ。違うな違うな、あれでは絶対ないな。うん、まあそれはね、まあ多分タイムラグもあるでしょうし、まあ書いてくれないかもしれないんで、うん、まあちょっと話はいただいて、うん、まあでも本当にね最高売り、うん、本当にね、そうです、もう一番売れました。1年4ヶ月で一番売れた日が一番最後の日というか、まあ、まあラスト2日間、僕らが入った2日間がもうめっちゃ売れました。で、まあ、土曜日お休みにね、はい、学生の子に入っていただいてて、はい、日曜日ですけど、はい、木も金もまあまあ平日のね、そうです、木も金も平日で百貨店に人のいない中結構売れてるなって、ね、で土曜日とで、それだけで何でしょう、最初の時に入った一月分ぐらい売れてました確かにね、初め最初に入った一月目の1ヶ月の売り上げを3日か4日で作りましたから。コメントついてますよ、ありがたいですね。あのコメント書いてくださったあのマジシャンの方ありがとうございます。まだもうちょっとあるかな、ちょっと待って、もうちょっとだけ待ちましょう。ひねっちゃダメだよ、そんなひねっちゃお前が見たいだけだそれはそれはひね見たいだけだろ絶対絶対そうだよいやいや、この、うん、いやでもね、この最後はねめっちゃした。いやまあめっちゃしたというか、単純にもうなんでしょう、もうなんでしょうね、チャイナリングはねラスト1週間ぐらいでめっちゃしたんです、珍しく。なぜかというと、その買ってくれた子にね、子供たちが買うじゃないですか。で、まあ昼平日やからやっぱり初めて来た子とか、まあ、久しぶりに来ましたみたいなね、僕じゃない時に来てて久しぶりに来ましたってお子さんが結構来たんですよ。で来て、で買ってくれたけど、買ってくれた後にごめんな、悲しいお知らせでこのお店今月なくなんねんみたいな話した、うん、って言うから、だからまあまた、まあ、マジックショーはしてるけど、まあ、せっかくやし、まあ、これは練習いるやつやけど、まあ、記念に見て帰ってって言って、リングとか、スポンジボールとか、まあ、普通普段はね僕はあんまりやらないんですよ、そういう、ちょっと難しいものをね、難しいとか練習しないといけないものをすぐ欲しいって言われて嫌やからあんまりやらないんですけど、もうお店ないし、でそういう子らにも手品って、だからその時に見てたらすごいリングのおっちゃんおったと思ったら、なんかこう YouTube で見てもあんな下手くそ下手くそとかなんか思ってくれたらいいかなという部分もあったんで、まあ、見せまくってたんですよね、そのラスト2週1週間ぐらいは、はい、そしたら来たよね、この間見て不思議やから帰り来ました、あの女の子、そうあれ2日前ぐらいに来たよね。あ、そうなんや、2日前ぐらいに買って帰って、あれ当日の私の休憩中に来たわけじゃないんだよ、ね、お帰りみたいな言ってたからさ、そう2日ぐらい前に買って帰って、あらあらお帰りなさいみたいな、やっぱり買うみたいな、やっぱり買うってそんなに気になったって言って、こう練習いるで言ったけど、お父さんはね練習いらんのが、練習いらんのがそうできへんのじゃあ、そう練習いるよ言うてんのに、やっぱり気になるからもうなくなるし買いに来ましたって言ってこうね、いや本当嬉しかったですよ。だからスポンジボールも買って帰ったよね、ね、買って帰った本当にね。さあ、で、まあ、ちょっといくつかやるけど、はい、はい、正解はですね、待ってくださいね、ご意見ね、ダイナミックコイン、はい、がまあ2票、はい、そしてチャイナリングというね、はいはいはい、まあ、どっちも確かによくある、はい、まあ、超ベストセラー、はい、だって、まずダイナミックコインは何だっけ、はい、マジックテイメント、はい、あの箱に入ってるし、はいはい、まずナンバーワンがナンバリングされてる商品、そうですね、世界で一番売れたんじゃないかとか、100円玉バージョンだけじゃなくて、なんか海外版も出てると言われるナンバーワンの商品、はいはい、そうですね、そしてチャイナリングのナンバリングは、はい、3、5、どっちだっけ、どっちだったっけ、あれ3と5、3です、さあナンバー 3、はい、3がねナンバリングされた、これももう超ベストセラーですよね、はいはい、なんやったら他社でも似たようなのがいっぱい出てるような、そうさあうちで一番売れた手品は
ちで一番売れた手品はですね、 あるんですか。うちで一番売れた手品はですね、あ、さっき言いますけど、ここでドドン、シルクでした、消耗品買いって、オチなしやでなしやで、ちょ、それなしよ。一番売れた手品はですね、はい、このハンカチ。いや、そんなことない。いや、それ他社やろ。それ他社ちゃうんか。それ M カフェクラフトちゃうの。そうやな、これではないよ。これは言いたいんでしょ。でもだいぶ売ってましたよ。多分あの予想よりめっちゃ売上金額で言うと一番やと。あ、売上金、こっち金額で言うとそれやと。さあ今ね、あの取りに行きました。本人がなあるんかな、何取りに行ったんやろ。ね、はい、これはね、ちなみに、デビルハンカチと言いましてね、いやもうこれはめっちゃ仕入れてめっちゃ売ってたと思いますよ、うん、タッキーさん。そうそう。さあ次で一番売れた手品はこちら、幕の内弁当でございますね。はい、幕の内弁当ですね。そうですね、なかなか見たことないってやつですね。はい、まあどうぞ。大丈夫です。これは私あの3つぐらいしか売ってないです。数えれるぐらいしか売ってないです。なんで持ってきた。やるんじゃないの。やらないですよ。はい、いや、それはもう、それはもう皆さんの言ってる通りですよ。そのままですよ、それはもう、うん、さあもうそのままです、そのまま、はいはい、はい、これです。はい、はい、もうそのままこれでございます。はい、あれこっちなの。そうよ。あっちじゃないの。え私あっちかと思った。違います。こっち。はい、マジで。はい、あれはそんな、いや、8つの手じゃ、セットはですね、そんなに売れないです。こっちです。あ、そうな。私あっち売りまくった記憶あるか、あっちだと思ってた。いえいえ、あれそんな知れてます、知れてます。ダイナミックはですね、やっぱりですね、すごいですよ。すごい。掘ってても減ってるんで。あ、なるほど。こっち実演してないですけど消えてますから、なんかあれあれないなっていうことありますし、あとはあの、マジシャンじゃないですよ、マジシャンではないですけど、高島屋にはですね、私たち以外にも、有能なセイヤっていうマジシャンがいますよ。はい、セイヤおじさん。セイヤおじさんっていうですね、違う売り場のおじさんがですね、たまに立ってたりするんですよ。こうだってね、あの、玩具メーカー。玩具の、さ、玩具の、あの、なんでしょう、玩具売り場にいる、その、どこや、他の、だから要は仮面ライダーとか、他の売り場を担当してる人が、たまに僕らがいないときに、まあ、唯一できる手品がこれやと。え、もう一個できるの。あ、絵本とこれができる。で、この方が、まあ、問屋ですから、はい、あの家電量販店とかだと、はい、あのテイオの商品が、ね、いくつか入ってて取り扱ってたりもするから、はい、だからこれは一応できるみたいで、だから時々これをやって気づいたら減ってるんですよ。だから私以外でもやってる人がいたんで、よう売れてたというね、いうことでございますね。じゃあ映らへんやんか。どうなってんねん、カメラがもう。びっくりするわ、カメラ、カメラがおかしかったで、今ちょっと待って、消えてる、ちょっと待って、これじゃないわ、ふう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 。あれどっち、これか、これが消えてるね。なんで消えてんの。なんで消えてんの。戻ってきて。戻ってけえへんやんか。戻ってこない。戻ってけえへんやんか。はい、じゃあもう配信ちゃんと直して、はい、もう、はい、ちょっと待って、よいしょ、はい、これで直った、これで直った。ほっ、ちょっと待ってよ。あ、なんとなった。なった？あ、なった。これで多分、これで。さあ。ほ。よし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 。なんとなった。さあ。じゃあちゃんとね、映り位置に置いておきましょうね。これね。邪魔や、言うてや。え？いや、いいよ。さあ、だ一応いっぱいいろいろ、どっちやここが。はい。いっぱい実演しましたが、ダイナミックコイル。こんな感じですね。これなんか入ってます。はい。何が入ってるかというとですね、これ、ほ、見てください、これ。これです。100円玉が5枚こうやって入ってるわけです。だからね、100円玉5枚入ってるね。この100円玉5枚を使って手品をするとね。100円玉5枚はポケットにしまいます。ポケットに入れて、ポケットどこや、ポケットこっちか、もうちょっと真ん中だったら、はい、ポケットしまいます。はい、ポケットにしまって、ここから投げると、ここからこっちですよ、ここからポイッと投げるとパッと戻ってくる。わ、ででででほら戻ってきたね、うん、さあこのまま今度は右から左にコーンってすると、これからはっ消えて、あっと移動してきた。どうですか、しっかりこう移動してきましたよ。さあ今度はじゃあやちゃんの手をお借りします。手をお借りして、この手に大丈夫、角度大丈夫、あ、手に置いたらあかんわ。
手に置いたらあかんわ。私のポケットにしまうんや。私のポケットにしまって、このままここからワン、ツー、スリー、フォッツとかって投げると、ここにファッとこう飛んでくるね。飛んでくる。でここで手借りに。はいはいはい。そうそう、ここで、ここで、手の上、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。この上、手の上に、こうやって置いて、このまましっかり握っといてもらいます。そしてこちらに、ね、こちらにこう置いといて、はい、このままワン、ツー、ハッとこう投げます。ちょっと上げてください。ひゃっとこう消えた。消えたお金がパッてやると、おっと移動してきて、あ、綺麗に移動してきてしまう。じゃ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 。でも移動するだけだと寂しいから、もっとお金増えて、出てこい、出てこい、出てこい、もっとお金出てきます。これ100円玉10枚出てきました。10枚出てきます。1000円や。そう。じゃあさらにこのまま100円玉5枚を手中入れて、ちょっと手出してください。はい。100円玉5枚しっかりギュッと握って、で、このまま、ギュッとしたままここにパーンと叩きつきましょう。いやーパーンと。はい。で、そのペッてやりましょう。あっ、いやあ、500円玉になってしまうというね。お金がいっぱい出てくる手品でしたという感じですね。さあ、いかがでございましょう。これが、うちで一番売れたダイナミックコインでございます。いかがでしたか。まあ、めちゃくちゃ、そういう意味ではめっちゃ売れましたね。で、昔からこうね、昔から実演して、その中で阪急時代にしてた実演とは、全く違う。私がやってみたいなと思ってた。だから20年、25年前に習ったあの当時に、あ、こういうふうで、こういうふうに変えれたら面白いのになと思ってた、こう自分なりの答えが、この手順では出せたのではないのかなと、こう、思ってる次第でございますが、いかがでしょう。はい。はい、で、今のやり方が気になるということはね、概要欄からあのマジックペディアに行っていただいて、あのマジックペディアカレッジに登録すると、今のやり方が全貌がこう見えてきたりしますので、ぜひ、はい、はい、あのうさぎクラスに登録していただいたら全部ね、細かくやり方、はい、載ってますんで、はい、まあ、そういうのもね、あったんですよ。いわゆる結局ね、売り場でこうだよって言われても家帰ったら忘れるわけですよ、絶対。あ、そうですよね。できないんですよ。だから、まあ、ネットに少しでも置いてあるから、興味があればね、見て、あのまた質問しに来てくださいというような意味も込めてサイト作ってますんで、ぜひ。まあね、特にコロナ禍もありましたから、はいはい、気軽にね、ただ聞きに来るっていうのもね、ちょっとどうしようかなと思って、はい、そういった家でね、見ていただけたら。はい、いいかなと思いますね。で、これが一番売れて。で、さっき言った 2番目に売れたというか、あれがですね、売上金額的にはこれでしょうか。売上金額的にはこれなんですね。これとね、使うものがあるんです。これと使うものがね。使うものがね。何ですか？トランプ？そう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 。トランプ。トランプがですね、トランプ、トランプ。トランプね、これ、トランプね、2組使うな。こうやってこれね、はい、こうやってこれ。これですね、この2組。はい。これ、こんな感じでこう。ほっ！これ引いた方がやりやすい。ほっ！こんな感じでね。ほっ！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 これ重要なのはですね、親指と人差し指と、人差し指と薬指で押さえて、このままこうですね、こう。ハンカチのこう真ん中をこうしっかり見せるんですね。ここですね、ここを見せる。はい、この真ん中を見せながらこう畳むとね。これをこう、こんな風に畳む輩がいるけど、これ0点でございますね。これをすると、ね、目に訴える、脳に訴える手品としてはもう0点ですね。脳に訴える正しいというかね、不思議に伝えるんでしたら、こう広げて真ん中に入れていただいて。そして絶対しなくちゃいけない真ん中に手を入れる。これは必ずしないといけません。ね、ここを飛ばす人もいますけどね。いや、袋になってるよってこと。はい、ここに、まあまあ、いや、ここに手を入れるわけです。で、ここに、先ほど準備したこうトランプ、ね、トランプを入れてしまうわけです。この中に、はははと入れてしまって。で、このままおまじない。かけると、これだけでなんと、バーッときれいにこういけますね。サウンドまでなりましたね。消える音までなりました。という感じで消えます。はい。で、このまま、四隅をまた揃えてね、こんな感じで何もないですよってこう見せてね。あれかな、はい、見せて、何もないとこはね、見せて四隅を揃えて、でこのままおまじないワン、ふっ、どうだ、取れた、これでこう、はっ、あっ、とかやね、これがこう2番目によく売れたと。2番目というか、あのあれですね、売上的には一番売れたんじゃないかなという感じですが、はい、これはデピルハンカチーフというやつですね。デピルハンカチーフ、そうですね。デピルハンカチーフ。別名タイム風呂式ですね。タイム風呂、タイム風呂式だ、そうですね。タイム風呂式です。別名タイム風呂式です。はい、いう感じで、これもね、すごい人気のある手品でございます。はい。
いかがですか、結構今日は見てるのみんな。見ていただいてると思いますよ。いますか、もうね、なんでしょうね。とりあえず、まあ、売り場でね、もう何もできないので、あとはですね、ちょっと3月以降は、そうそう、じゃあちょっと切り替えて、3月以降の、これからですね、だから明日以降からの、我々、2人の予定はですね、まずは天職にチケットを買っていただく。イエイ、社長チケット、社長社長なんで、社長チケット、社長チケット、チケット大旅行にですが、本当あのぜひ見に来てほしいので、であと痛みの主の後ろにこうついてって、はい、あのこういろんな飲み屋に行ってこう、そうそう、痛みの主ちょっと行きましょう。あのこれこれチケット買って、ちゃんとあの胃薬っていうか、あのヘパリーゼ用意していかないとダメですよ。大丈夫です、飲まないとダメですから。大丈夫です、車で行きますから。こら、あ、逃げた。あなたが、私原付きのトヨタで行くから。なんだと、もう飲めない2人なんか意味がないって怒られますよ。なんですけど、ちょっとまあこれのねチケット買ってもらうためにもいろんなところちょっとまあまああのまあもともとまあコロナもいろいろあったり、3月になってから行こうとも思ってたんでね、その、はい、マンボウやな、ね、出てるんでね、そんなに回れないのもあったんで、はい、まあ、3月以降はこれのあれでちょっとお願いしにいろんなとこ回らせてもらうと思います、はい、であと、先ほど言ってたマジックペディアですね、マジックペディアの方も、まあ、今までよりはもうちょっと更新頻度を上げていきたいなというのと、はい、一応企画としてですね、ちょっとこの今月ちょっと準備を頑張ってするんですが、4月から、うん、オンラインでのグループレッスンっていうのをちょっとやってみようかな、というのはちょっと考えてます。今、だから今現状は、何て言うでしょう、個別でのその手品教室とかグループレッスンというのは、個別でのグループレッスン、違う、個別でのオンラインの話なんですけど、オンラインでのオンライン授業、だからズームを使ったオンラインでの個別の手品教室、そういうのは、やってるんですけど、そうですね、まあ、これを通ってるっていうのは正しいか分かんないんですけど、はい、そのオンライン手品教室でもずっと通ってくれてるお子さんが ね、いらっしゃったりはするんですよね、はいはい、であったりするのが、まあ、でも大体はいつって決まってるようで決まってないんですよ、大体は、うん、あの要は空いてる時間帯にポツポツやるんで、毎週どことか決めてやってる感じではないんですね。で一応そのグループのオンラインでのグループレッスンに関しては、土曜日のいついつみたいなところ、その時間を決めるのと、アーカイブを1週間はこう残して、そうですね、オンラインだからこうやっぱこう 見たい時に見たいっていう方もね、うん、いらっしゃるかもしれないんで、そのサーバーの容量があるんで、そのたくさんを残しとくはできないですけど、1週間分ぐらいは置いとけ、1週間ぐらいは保存できるんで、1週間分ぐらいはその授業、もしその時間に受けれなかったとしても、授業を一応復習がてら見て受けれますよというのも込めてちょっとこう考えております、はい、でまあお子さんとかね、そういう希望の方がいましたら、知り合いの方に習えるよということを言っていただいたり、年配の人でもこそっと受けようと思えば受けれますんで、はい、私の授業をそのいわゆる実際にね、そのどういうのを教えてるのかというのを知りたい方が結構いはると思うんですよ。だからその、あの種を教えてどうだっていうような授業では全然ないので、まあそうですね、まあ、そういう意味では、あの私はあまり他の教室を受けたことはないんですが、明らかに違うというか、他の人から言われるのが、うちの教室は必ず一授業一つ、まあ、一コマ大体何分ぐらいでしたっけ、一コマ一応普段オンラインは普段はちょっと25分なんですけど、はい、グループはちょっと50分にしようかなと思ってるんです、まあ、そうですよね、複数でちょっと見てあげることもあるかもしれないから、複数にいるんでちょっと50分、ちょっとそこら辺はまだ決めてはいないですけど、50分にしようかなと思ってます、あの複数にいるんで、で普通の教室では手品をたくさん習って、ほらすごい情報でしょっていうような感じで授業するんですが、私はあの一つの授業では一つしか絶対お教えしないです。あ、そうですね。はい、その一つに関して、どういうふうにするのが伝えることなのかっていうのと、だから簡単な素材で、脳に訴えかけるというコツに関して説明するのと、あとはステップもあります。本当に全然初めての人だったらまずは目に訴えるのでもいいわけですから、いわゆる順序通りという順序のこのステップ抜いたらダメだよみたいな説明しますし、すごくやり込んでる人がいたら、じゃあそこに脳で訴えるというこういうのを足しましょうと言って、できるレベルの人の必ず2つぐらい難しいことをお教えします、うん、はい、だから俺できるからええねんっていう人にはびっくりするぐらい難しい課題を与えつけますっていうぐらい、絶対俺大丈夫っていうことは授業を受けたらないです。
何の手品であったとしても2つぐらいできないことを2つステップぐらいできないとか難しいものを必ずテーマとしてお渡ししますんで、やっぱそれが練習ですよね、宿題というかね、はい、というようなものがあるというふうに思っておいていただいたらいいかなと。難しいことを言うと簡単な人には簡単なものからできたよっていう自信をつけてもらって、でもあとこれとこれ頑張ろうねってちょっと2つステップ先ぐらい、はい、全部2つステップ先ぐらいのものをこう必ずやつからできて帰ってきて、それでノリノリやった、じゃあ次もう1個2個ぐらいやろうかとかで、またこうすぐ付け足すで、私はでもそれがねうまくなって伸びて成功していくってことだね。私は昨日本当ね、嬉しいお言葉が一つあったんですよ、はい、お客さんから来てくれたお客さんの中で、夫婦で来られた年配の方いるじゃないですか、あの奥さんですね、あ言ってた、はい、はい、奥さんがね言ってたんですよ。もう奥さんがね、なんて言ってたかって、うちも主人がね先生の教室行くようになってね毎日練習してるんですよ、してる言ってた、もうニコニコ笑いながらね、いや普通奥さんが、そ本人がね練習してると、奥さんがニコニコ笑いながらしてるってことは多分練習してるご主人というかね、その生徒さんが楽しそうなんでしょうね、おそらく、多分その今まで例えば練習してても楽しくなかったかどうか知らないですよ、でも僕の想像する限りやっぱり練習が楽しくないと思ったらそんなに頑張る、その笑顔で頑張るとか言わないけど、こうないんでしょ、できへんわ笑顔で終わっちゃうんでしょうけど、できることが楽しいし練習が楽しいっていう感じでこう一人で黙々としてるみたいな ね、だから生きがいを見つけはったんかなという感じもすごくして、ちょうどねうん、マジックペディアカレッジの、はい、方にも参加していただいてる方なんですけど、うん、この間ちょうど土曜日ですよね、はいはい、何でもそうだから、土曜日ですよね、そうそう何でも相談会、そうそうそうがありまして、とあることを聞かはったんですよ、そうそう聞いてここに、まあ、種会、まあ、ちょうどその本買ったからね、買ったからこの本のここ載ってますやんって、読んでませんでしょって話になってね、でまあそうなんですけど、うん、まあ、とある種の作り方っていうのかな、うん、種じゃないんですけど、まあ、こううまくやるためにこういう袋作って、うん、ちょろっとねそういう話をしたら、うん、あれだってもう昨日作ってきてはって、そうそうそう、その夜で次の日の来るまでの間にだから夜中中に作ったってことでしょうね、あれから作ってで入れてみて、でもこれどうやって取るんですか、どこにどうしてるんですかとか、ちょっとは触ってみて、そうだから触って分からへん言うて売り場に来てね、で聞いてきたから、聞いてきた時にかけてまたみんなやってる人ばっかりでなんか普通に講習会みたいなんでさみんながこうみんなえその近いと見えへんからちょっと離れて全員がこうなんかこうふわってちょっと距離が送って、まあ、それはねとあるハンカチのボワってやつなんですけど、みんなそれで見てたら、もう一個ねその何でも相談会の時に、うん、まあ、いわゆる消えるスティッキというやつですね、はい、バニシングケーン、ね、バニシングケーンというやつがあるんですけど、はい、よく舞台でね、はい、こうケーンが、まあ、杖でいいのかな、ステッキが消えたというやつ、わかる、うん、買ったけど開けてないんでこれでもうそうそうそう、でうまくセットできないんでって言って、まあまあ実際に準備をねちょっとこうして、うん、まあ、まあ、その話もしてたんで、ね、セットして、でセットしたついでに、でセットできてもこうなるでしょ、まあ閉めるってやると正しく、まあ、消えないわけですよ、でその消えないでしょって言ったら、この人に喋ってるんだけど後ろの全員がふんふんふん全員がもう色を消さが全員うんうん、そう消えへん、あの人はやりたいなと思って買うけどできないっつってしまい込んでる道具のベスト5に入るって私は思ってるよ、うん、そうそう全員がうんうんそうやねん、そうやねん、消えへんねん、そう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 、それなんねんってみんながこううん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 って言ってるから、これはこうじゃなくてこうしたらこうなってこうしたらでほらねって言うと私の中でバニシングケーンと四つ玉とピックルファイヤーが買ったはいいけどやってなくてしまわれてる道具だと思うんですよ、あそうなんや、入らへん、じゃあハンカチロープがやらないって時代ね、可愛い花も買ったけどやらないタイプかな、あねこれはね買ったけどやれなくて、あやれなくて、ちょっとジャンルが違う、あなるほどね、あそうかハンカチロープが やれるけどやらない、一応やってなんだみたいにね、ちょっとまあ軽く考えて、うん、でもこうやったらあ全然違う先生のやつ不思議やねみたいなね、うん、なってたわけですけど、そらステッキ練習したもんめちゃくちゃ最初に聞いたのは可愛い花 で落ち着いた時ぐらいにしめさんにステッキ聞いたんちゃうかな、その消えるステッキ、そうそうそう、まあ、暇やったからさずっと伸ばしてたもん売り場でいや私昨日その朝一はねまあまだゆっくりじゃないですか、朝一だって、まあ、だって朝一にわーってなる時って、うん、だいたいその昼にだからお出かけするから、うん、朝一で来てっていうファミリーの方が多いから、まあ、それがなかったから、うん、まあな、まあ、ちょっと準備してあなたお昼行ったじゃないですか、うん、もうその時私ずーっとバリケード伸ばしてました、やってたの、やってた、私もちょっと
ょっと苦手なんで、あのポーズ、ずーっとその伸ばしましたもん。馬なるやろあれ、毎日やってたやつ馬なんで、あれなんと、うん、あれね、もう気にせず、もう最後やし、とってきねえからさ、通りすがりの、お子さんが小さいから、マジック、いや、でもパッと出たら、パッと出たら、うー、言うてくれるやん、子供なんか。俺よく肩、子供いない。あ、そうだ、俺肩越しの赤ちゃんに手品見せるの大好きやったからさ、肩越しの赤ちゃんってこうやって、こうやってめっちゃ目こうやって見たったらさ、目、こうやって合わせてくれる、合わせてくれた瞬間にこうやってハンカチフュって出したらいう顔するから、肩越しの赤ちゃんに見せる手品ってすっごい楽しいね。あ、こう、あ、喋れないけど認識はあるんだこう思うからこうね、うん、あ、ステッキね、そうそう、でステッキもまあちょうどちょっとこう回し方のね、うん、まあ、講座ね、こう回す以外にも、足で蹴ってこうやったらこう綺麗ですよとか、いっぱいね、こういろんな、ほんまにね、めっちゃいろんなバージョンやってたんですよ。まあでもね、悪いやつですよね。いや別にね、嘘を教えてないし、うん、こうしたらいいですよって言いながら、うん、あれまた悩み増やしてますよ、もう。え、どういうこと？足でポーンって蹴るけど、あれやってみて、うわ、できへん、できへんって多分思うに違いないです。ああ、まあそうだって、どうやってやるんですかって誰も聞かへんかった。聞かなかった。確か足で蹴ったらできるんやと。足で蹴ったらできるんや思って、みんな帰ったよ。そこで、それもう一度ちょっと教えてもらいますって一言でもその場で素直に言ったらさ。だってあそこで、まあ、ちょっと、ま、あのさ、回すのはだって自分があそこで売り場でやっぱ言いにくいんじゃない？いやいやいや、だからそれはだからそこでポッとこういう、そこでこう素直やった、そう、どうやって回したんですかとかでこうポソッと言ったらこう、いやいや、こう持ってねとか、こうやっぱ羞恥心が勝つって私なら聞けない。そうでしょ、だからそう、だからこれ俺はよく言う、聞かへんからそれは教えへんやんって言うやんそこで一言言ってくれたら、あ、ここでも、あ、ここちょっと気をつけてねとか、こうポロッとこう、なんつう、チップテクじゃないけど、ポロッと追加アドバイスぐらいは言えるのにさ、みんなふんふんって流すからさ。いや、だってさだからこれをね、こうしたらええねんやったらええけど、こうやって足で蹴ったらって言うからさ、そしたら足でいいやって思うもん、そこにさらにチップあるなんて思わへんやんか。いや、だからまあそこに対して疑問がないということは、まだそこまで達してないってことだ、そういう意味だな。だからいや、達してる人はもうやってるから、それうまくいかなかったんですけど、こうなるわけやんか。いやでも、いや、それはもう一回次やってくる時にあれやけど、そうそうそう、いや、あなた言葉足りてないもん、さっき言ったね、あの、なんだ、消えるステッキに関しても、ずっといろいろコツ聞いて、それでもうまくいかへんなと、さらに、何、うん、こうしたらええねんけど、実際こうした後、キュッてもう一個あるやんけ、たぶん。言ったら、こうした後にここで回して、ここでキュッキュッ、ここでキュッキュッ触んねん。言ってない、言ってない、ちゃんとあの、まあ、今、ちょっとね、言うのあれがキュッて言ってますけど、ここでキュッ、ここ、こうやってキュッ、画面外でとか、ここでキュッキュッキュッってこうやって、ここでキュッキュッってこうやって、ここでちょっとあかんから、ここでキュッキュッキュッってこうやって。じゃなくて、ちゃんとこれ、こうしてこうして、文字化して言ってくださいよ、聞いてる時に、ほんまに。こうしてこうしたらええ、言うて見せてるけど、みんなこっち見てるからさ、全然こっち見てないだけで。こうしてこうしたらいいのよって見せてるんやけどね。まあまあそんな、いや、まあ奥が深いです本当に。そうね、本当でもあの、まあね、本当、もしやってできなかったら、まあ何でも相談会で何なりね、はい、あの今にはいませんが、いろんな窓口あると思うんで、マジックペディアカレッジ、ハトさんクラスか、ウサギさん、ハトは無料でございますので登録しておいていただいたら、その何でも相談会は比較的登録してる人はあの手頃な値段で参加していただけますんで、はい、高そうに見えるんじゃなくて、登録してない人は参加せんでいいと思ってるんで、登録してる人はもう手頃な値段で気軽に参加してくださいと、そういうね、なんかこそっとなんか名前も何もさらさんと覚えるみたいなのはそれは許さないんだけど、やっぱりせめて友達になりたいから喋っているんであって、誰かも分からへんやつで喋ってどうすんねんって話だね。やっぱりお互いに知ってる上司でね、あ、まあ手品同士、好きなもん同士で会話しましょうというあれなんでございますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。いや、結構喋りましたね。そうそう、今日何がすごいって、もうめっちゃ高画質で送ってるのに止まらないのがいいですね。ああ、優先、さすがですね。優先だけじゃないです、いろんな設定を今日ちゃんとしましたんですか。はい、今日だから画質も聞いてるはずです。駒が綺麗に動いてるはずですから、もう全部動いてるちゃんとちゃんとね、これがよく止まったりするんですけど、これがボン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 って綺麗に、ちゃんと綺麗に表現されてるはず。何、いやいや何よ。さあ、でね、さっき、せっかくなんでね、彼からチャイナリングとも書いてありましたから、今日はチャイナリングをしときましょう。さあ、売り場でね、やったチャイナリングは、で、さあ、よいしょ、これね、ちょっと待ってね、よいしょ。ああ、はい、今ね、悪さしてますよ、悪さ。はい。ね、この状態でございます。はい。確かに今日止まってないとか書かれてますよ。そうでしょ、ひどいやん、どんだけいつも止まってるんだって。そうそう、さあ久しぶりに触るから、ね、全然こう切れこないんで、ちょっと磨きますな。はい、磨いといて。さあさあ、さあ久しぶりに、さあ
こんな感じですね。まずはこう、あやちゃんが買ったやつですね。忍者リングですか？いや、ちゃんとこれ店員用で売ってたかな。はい、さあ、これがね、最後のお子さんに見せてたやつでございます。そういう意味では最後の最後の方にやったというですね、まあ、ほぼ最後です。はい、こうネジがあって、こうネジを緩めるとだいたいこう1センチぐらい隙間が空くと、うんうん、ね、この1センチぐらいの隙間からこう叩くとこう入るわけです。おー、入った、入った、ね、入るんですね。外すときはこうひねると、こう出口から外れですね。これ出口です。はい、そっちが出口。はい、うん、出口の反対が入り口、うん、入り口から叩くと1本入ります。こんな感じね、うん、1本2本ですね。で今度はこのまま2本を回すと、お、綺麗にこのままよい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 とこう綺麗に入ります、うんうん、さあ最近の流行りはですね、リングを通すときは、後ろから見ても綺麗に入るのがわからないというやつですね。こんな感じ、こんな感じなんか後ろから見ても全然わからないというね。でさらに上から下ろすときはこのまま下ろして、で下からちゃんとねチーンといったはず、上に通ります。急ぐときは上から階段を使って下ろすと下から外れます。3本から2本になりますね。最後このまま、はい、指出してそのまま、はい、こうしっかり通ってる状態ですね。このままですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブって綺麗に外れてしまうというね。ほっ、でこういう感じでね、いかがですか。まあとりあえずね、そんなにすごいパフォーマンスをすることが目的で売り場でやってるわけではないので、あ、それはね、はい、私がまあ最初に注意じゃないな、チャイナリングはでも私やらかしやすかったですね。はい、なんかくどいのは違う、くどいというかね、まあまあくど、まあまあくどい、くどくないよね、ちょっと温度差あるから、まあ、そこはちょっと置いとくんですけど、はい、まあ、チャイナリングは特に私が普通にバーでやってた時、うん、まあ、仕事でやる時にやってましたから、うん、なんでしょうね、実演用ネギじゃなくて、うん、やっぱショーとしての見せ方になってると、ショーというよりも、なんつったらいいんだろうな、客いじりをしてるんで、うん、客、僕はね、リングでもなんですけど、客いじりはいらないんですよ、そんなに、うんうん、その結果的にその出来上がったものがあってちょっといじりに入るんやったらいいけど、うん、わざわざいじるのを手順に入れんでもいいんじゃないですかというとこですよね、うん、だからこうやってできるでしょう、できないでしょうとか言うと、なんかこうここだけにフォーカスしてしまって、うん、そのいろん、まあまあこれはね、どっちもにもなんかよくわからなくなるんでね、お客さんが物を売るための説明の部分とショーの部分の説明とのをこんがらがってしまうとね、あれなんですけど、うん、まあまあ今のは僕はどっちも、あれはちゃんと僕はショーやと思ってますよ、ショーだけど、ぼーっと見てて楽しめて気になるから前に寄ってくる、うん、という、だから別に客移住してあれで、売るための演技ではないですよ、あのリングは僕のやつは、うん、はい、あれは完全にショーですよ、それを売るための演技やろうっていう東京のやつがおりますけどね、すごい気に入らないですけど、うん、まあいいですよ、下手くそですから、そうしたというね感じでございます。まあまあでも本当に楽しい楽しいラスト3日間でございましたはい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、まあ何でしょうね、いろ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 ありますが、今後はオンラインでと、見に来てくれということでございます、見に来てくれということでございます、はい、でそういう意味では我々どこでもマジックしに行きますんで、はい、飲食店もしされてる方でね、うちのお店で定期的にちょっと、いろいろ、そういう意味ではまあこれは僕の勝手な偏見じゃないですね、小さい世界でのお話なんかもしれないですけど、やっぱり飲食店は思ってるより、だからその例えば協力金はもらえてるけどお客さんはもう戻ってこないみたいな、あ、まあ聞きますね、いうようなイメージもやっぱ持ってる部分はあります。だから金はもらったけど、ただただあとはもう家賃で食いつぶしてなくなってしまうだけみたいな、状況のお店も増えてきてるのかなという気もしなくもないので、もしあとはもともと繁盛はしてるで人は来てるけど、なんとなくこう戻りきってたとかですね。だからそもそもまあ潰れかけのお店はまあしゃあないのかもしれないですけど、わからないですよそれは。だからまあさっきのね、お店、うん、人についてるところはやっぱ結構戻ってきてるイメージがあるんですよ、まだね、それは緩やかとはいえね、そうそう、だけど、ね、うん、ただ安いだけとか、うん、ただ広くて大宴会できただけとか、はい、そういうところではもう戻ってないですよね。でも人で戻ってきててもあと一歩戻りきってないなと、もし感じてるお店の方いましたら、うん、我々を呼んでいただきましたら、我々の
というふうなつながりと、さらにお店のつながりというので二重のつながりでお客さんが戻ってもらえるという協力をさせていただけたらなというのは考えてますので、またお声掛けでもしていただきましたね、はい、いいかなと。いつでも会えるって場所がなくなりました。大丈夫です、そうですね、オンライン来ればあります。オンラインでズーム飲み会しましょうかみたいな。毎週月曜日いますから、ここそうですね、確かに、はい、いますんでね、ぜひ皆さん生配信だからね、やり取りはね、できる場所でありますからね。まあそうですね、これがね、いつもあのなんだろう、収録配信で毎週月曜はね、またちょっと会えるとはニュアンスが違いますけど、そうなんですけど、まあ、収録はね、せなあかんのですけど、まあ、まあ、ついつい生配信の方がね、なんかこう今を喋れるなと、だから、まあ、収録も戻してからあかんのかなと思うんですけどね、どっちがいいのかよくわかんないんですよ、まあ、楽しさはないのよね、収録ってね。あ、そうね、うん、なんかこう淡々と喋ってるから、そのなんかね、うん、そうですね、はい、あ、柏木さんどうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、あの記事も本当ありがとうございました、ありがとうございます、なんとね、あの頑張ったという記録が欲しかったんで、そんとありがとうございます、本当に、はい、またあの次回は何でしたっけ、クラシックは違う、うん、クラシックパームです。次回の授業はクラシックパームです、はい、いやでも本当に、はい、コイン売り切りましたし、ほぼ。そうですね、あの自分の中での目標ですから、トリックコインっていうのがあるんですけど、それを全部売り切るぞとか、だからね、まあ、リング系もほとんどなくなったんじゃないですか。ステージのチャイナリング代は頑張って少しでも魅力を伝えてね、やってる人に買ってほしいなと思って、売り切るぞって言って買っていただけた。正直に私あれ売れへんやろって思ってた、もう私たちが入った時からずっとあるんじゃないかって、はい、いわゆるあの手品で舞台で出すお花ですよね、 はい、あれも売り切ったんですよね。そうですね、プロダクションブーケっていうこうね、綺麗なパッとお花も、4つあったの4つともなくなりました。あとね、よくこう帽子とか、帽子もね、帽子はね、年なくなるって聞いてて、年末にね、その年末にお店、まあ、年末にね、売るぞと思って大量に取ったんですよ。いや、大量にあったもん、あの棚卸しというのがあってね、チェックするんですよ、その時、うん、何もあんねんと思った気あるもん、うん、6、7、8個ぐらい、あったよね、8個ぐらい取ったんですよ、年末に取ったんですよ、取ってその後ぐらいにこうお店がなくなるというのを聞いたんで、めっちゃ取ったやん。取って、めっちゃ取ったのに、そうそう、でめっちゃ取ったのにそのまま返品すんの嫌やなっていうのがあるじゃないですか、だって、うん、僕としてはこれはじゃあいいもん伝えなと思うから、で調子乗って進めたらどんどんなくなってまってみたいな、予定より早いレベルでなくなって、結構だってもう1月の末の段階でなくなってて、それでラスト1個は僕が使おうと思って、ちょっとごめんね、ちょっと隠してたよ、買おうかなとね、買おうかなと思って隠してたやつを、まあ仲のいいね大ベテランの先輩が欲しいねんけどってわざわざ来たから、まあ、佐賀やな、はい、はいって出して、で出した後にうちの生徒が来て欲しいです言うから、まあまあね、ないですよ、ないです、したらじゃあって言ってこうね、はいはいはい、ね、はい、特別な方法でもう一個生まれてきたっていうね、手品ですから、手品で、はい、なかったことの生まれてくる、さあそうですね、そうなとかありましたが、まあ本当、あの辺ね、あとステッキもだからたくさんね、あ、そのステッキもだって今時ね、昔だと私たちだと、まあ、ステッキってめっちゃあれ、まあ出てくるステッキが出現する方はね、うん、とりあえず1個買っとけば、うん、とりあえずもうオープンしてね、とりあえず買っとけみたいなマストアイテムだった気がするんですけど、うん、最近のことあんま買わないイメージなんですよね、うん、でもなんで買わないか分かってるんですよ、買わないイメージだし、うん、この間見に行ったあのよそのねマジックショーでも、うん、あれ使ってる子いなかったじゃないですか、うん、あ、だからそういう時代なんかなっていうのにもうめっちゃ売ってたじゃないですか、うん、答えはだってわかるでしょ、俺がうまいから、違うそういう子らはステッキで綺麗なのを見たことがないのと、だから俺がうまいから、そうそう、売ってる人が死ぬほど下手くそなんですよ、ステッキできる人がいないわけですよ、そもそも、ね、だからステッキは下手くそな人がやるから、そら面白くないわなって思うから、そら売れないし買わないし、で僕らの時代はめっちゃうまい人がいっぱいいたから、うわあれやりたいわと、ね、でも大事だよね、単純にそれだけですよ、だからうまい人がそれを、だ今例えばコインやトランプがやってるんだ、そのトランプやコインがうまい子らがいっぱいいるからやろうかなと思ってるだけであって、僕らの時代にはそういう人がいずにまた別のがあっただけなんで、ただただその時代のうまい子が面白いなと思うのがそこやっただけ、やっぱそういう、まあ、ディーラーショップとかだったり、うん、そんなのやっぱそういうやり方見てやりたいなと思うよね、うん、あなたがお好きなチョコも、うん、まあさっき言ったあの帽子買いたいってね、大御所の方が、うんうん、まあ最初は多分ネットで普通に、うん、なんだろう、普遍的なやつを見てね、うん、ふーんと思ってたんが、うん、まあ買わへんかなと思ってたらこう見て、うん、おもろいやん、おもろい、買うわみたいな、そしたらこうご機嫌で TikTok でやってたじゃないですか、しかも言った方法で、あ、そっちの方ね、振って戻るの、あ、そっちの方
ええやんってね、もう早速練習綺麗にやってありましたからね。そうですね、うまいね。うまい人はやっぱね、うまいですけどね。であとね、これは最後に、まあまあ最後やからね、どんだけずっと見てはる人がいるのかもしれないですけど、はい、なんて言うんでしょうね、時代とともにね、いろんな考え方の人を受け入れるとかよく言うじゃないですか、最近ね。だからその言い悪いじゃなくて、いろんな考え方の人がいるんだよというふうに、立場に立ちましょうとか言ってるのに、種明かしがどうやとかいろいろ人もいる、うん、でプラスここ最近僕の中で、なるほどなと思うことが一つありまして、うん、感動ポルノっていうふうな単語、皆さんご存知ですか。まあ有名ですよね。要は感動させるためだけに作った映画、だからそういう意味ではそういうのを安っぽく感じる人もいるわけですよ。だからストーリーに重きがあるようでないわけです。感動させるためだけになんか作ったようなものを感動ポルノという。だからそういうなんとかポルノみたいな今セリフでいっぱいあるんですけど、そういった時にその表現としては例えばそういうのを安っぽい感動だというような表現をする人もいたりするわけですよ。その時にでも世の中にはその安っぽい感動でないと感動できない人もいるわけです、うんうん、交渉というか分かんないですよ。でもその複雑な何かこうで感動できる人もいれば、それでは理解ができずにそのもう安直な、うん、ね、安直、例えば死にそうだ大丈夫か助かった程度の例えば安直な、こんな何が感動できないってなんか冷静やと思ってしまうかもしれないけど、その程度でないと感動できない人がいる、うんうん、それと一緒で手品も種明かし程度でしか楽しめない人もいるんであれば、楽しむそういうのもいるっていうふうにして見ていった時に、種明かしがどうも悪いとかじゃなくて、その程度しか楽しめない人もいるんだなと思って流せるような時代になっていかないといけないよねと、うんうん、だから、いい悪いじゃないですよ。だからそういう人らにどうのこうの言ってもその程度しかわからないんであれば、逆に言うとその程度の人らにも楽しめる種明かしでない手品の楽しみ方のも提供しないといけないのが僕らの仕事かもしれないしね。だからそういう人らがそんな考えするのがダメなんだと指を指す人が手品業界は多すぎると思います。私はそんなこと言う暇があったら、そういうでその人らで言うと低級な手品のひどい扱い方って言ったのがしか理解できない人らが楽しめる手品というのを考えていく時代なんじゃないか。で交渉というふうに自分なりに勝手に思うのはいいですけど、交渉であっても誰も理解できないんであれば、それは理解できないもんなんじゃないんですかとも思ったりするので、だからどっちがいい悪いじゃないですけど、自分らが素晴らしい正しいんだというような単語を使っている人はお気をつけになった方がよろしいんじゃないのかなというふうにちょっと思うところはあります。はい、なんかこうなんかそういう人らこそいろんな考え方があるんですけどねっていうふうな文字面で言うのに文章に書くんで、書くなよ。いろんな考え方があるんだったら、僕はこういうふうなことしたら面白いと思いますよというふうな提案を書いてください。はい、それが見れないんであれば、そういう人らは手品に対して勝手なそのね、お前らはアホや俺らは賢いねというようなよくある、誠実さのない人に移ってしまうんじゃないかなというのが私の、最終的な売り場で頑張ってやってって、こういう人らを少しでも減らして手品をする人は誠実な人がいいなというのが伝えたかったのがこの売り場での1年半年1年4ヶ月でございます。まあ配信見て売り場で見て僕と出会って、手品を楽しいなと思ってくれた方は、そういう感動ポルトでやっても何でもいいんです。それでもいろんな考え方があるんです、いろんな考え方があるっていうふうなことを分かってて受け入れるっていうんであれば、その表現分からない、僕はちょっと言葉分からないから、低俗な低級な人らでも楽しめる面白い手品というのを、考えていきたいと思いますし、高級だからとかそんなのないと思います、うん、はい、そういうのをちょっと皆さんで一緒に考えていけたらなと思います、はい、それはマジックペディアで考えていきましょうというわけで、今日の配信はここまで。そうですね、言いそびれたら来週ですね。はい、何ですか。私の話は来週ですね。何があったんですか。いや、もう今日の流れにはふさわしくないんで、また来週私のやらかしについては来週に持ち越しということで。そうですね、あやちゃんのやらかしはひどかったです、はいはい、それはまたじゃあ来週覚えてたら、はい、ちょっと今日ね話すとね、お話した人がいて見てくださってたかもしれないですけど、また来週ぜひご覧ください。はい、というわけで真面目な話で終わります。で変わるのか、よいしょ。はい、というわけで本当に1年4ヶ月、はい、高島屋での
実演販売お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。これからはマジックペディアとマジックピエロ TV の2つの方で皆さんとお付き合いしながら、そして百花竜乱、あ、消えた、消えた、百花竜乱でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価、チケット購入よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。